そんなにこう爆発、運気爆発っていうのはなかったんですけども、退院して、2週間ごとくらいにすごく爆発するようになって。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。本日2021年1月26日は私が退院して丸2年経った日になります。イエイ。2018年7月12日に受賞して、でそのまま入院して、で9月26日に地元の山形県の病院から埼玉の国立障害者リハビリセンターに転院をし、2019年1月26日に退院をして、またお家に戻ってきました。だから2年っていう感じ、すごく近い、もう昨日のことのように覚えてはいるんですが、でもこの2年間でたくさんの出来事があったので、もっと昔のように感じたり、ちょっとなかなか不思議な感じはありますが、でもやっぱ傍から見たらまだ2年とよく言われている中で、こんなにいろんなことをさせていただいてとても嬉しく思っています。よく受賞日をいろんな人の中で第二の誕生日みたいな感じで表していますし、私もそういうふうに言うことはあるんですが、ただ私の中でこの退院日っていうのもとても大切な日なんじゃないかなと思っています。というのも、病院にいる間ってとっても守られた空間だと個人的には思います。道も平らですし、過ごしやすいようにトイレも作られていたり、何か排泄の失敗があったとしても看護師さんにお願いすれば手伝ってくれるし、車椅子がいて当たり前の空間なので、周りからの視線っていうのも特別何か気分を害するような視線を送られることも言われることもないです。ですが病院で生きていくわけではなくて、現実で生きていかなきゃいけない中で、そのやっぱ守られた空間で生きていた日々と、その退院後の本当の生活の中で生きていくっていうのでは全く違う。病院で過ごしていた期間っていうのは、まあ過ごしていた期間ではあるけど、なんかやっぱリアルではなくて、退院したその日から本当の自分の車椅子生活が始まったんだなと個人的には思いました。実際病院で生活するよりは家の中でさえも大変な部分がたくさんありますし、個人的にはそんなに感じなかったと思うんですが、入院中はそんなにこう爆発、運気爆発っていうのはなかったんですけども、退院して2週間ごとくらいにすごく爆発するようになって、なんかこう精神的な部分とか環境の変化でそういう爆発を引き起こす何かがあったんじゃないかなとか、家の方が本当はもしかしたら落ち着くはずなのに、病院の生活の方がすごく楽で、家の生活が一番初めは大変で、そういう部分でストレスを感じていたんじゃないかなと今では思います。なのでやっぱ入院中にいかに現実に使えるリハビリをするかっていうのが個人的には大切なんじゃないかなと思っていて、大体でもリハビリっていうのは日常生活を送れるようになるためのリハビリをするんですよね。なので家で過ごせる環境をいかに自分でできるかっていうのを目指すんですけど、そこが第一歩だと思うので、それも大切だと思うんですけど、やっぱそれをクリアした後とか、それが少しでもできるようになった後は、いかにもっと外でとか現実の中で生きていけるリハビリをすることっていうのは個人的には大切だと思っていて、外出外泊許可が降りた時からもどん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 、土日はリハビリがないので外に出て、道のこの斜めの感じとか坂道とか展示ブロックとか段差であったり、エレベーターとか、トイレもいろんな形の多目的トイレとか、それこそ手すりがないトイレとか、外泊できるっていうんだったら、その泊まる場所、ホテルであったり旅館にどうやって泊まるのかとか、そういうのも全部経験をしました。入院中に外出もたくさんしたし、外泊も
しました。でもその中で、自分はもっとこうしたい、こういう環境、こういう場になったらこういうことがクリアできるような体の使い方をしたいっていうのをリハビリの先生に言って、じゃあそれができるようにするためにはどういうリハビリをしたらいいのかっていうのを一緒に考えてリハビリを行っていました。ベースというかそういう基本があったから退院した後も自分で、考えてこういう風に動こうとか、こういうところはこういう体の使い方をしたらうまくできるんじゃないかなとかっていう考えのもと動けてるんじゃないかなという風に思います。入院期間中っていうのは本当に限られた期間なので、とても大切にしてほしいんですが、今現在脊髄損傷になられてる方だけじゃなく、リハビリが必要とする入院をされている方々、まあ、あと普通に入院をされている方々はコロナの影響で面会ができなかったり、簡単に外出ができなくなったりしていることをいろいろツイッターで知りました。一番この体の変化に心が追いついてないのに、それを話す支えてくれる友達や家族や好きな人が近くにいないっていうことはとってもしんどいことだと私は思います。この YouTube が届くかどうかは分かりませんが、頑張ってくださいとかっていうのも嫌ですし、前向きに過ごしてくださいっていうのもすごく嫌なんですけど、ただ今あなたがその入院している場所っていうのはずっといれる場所ではなくて、いつかは退院しなくてはいけないし、その退院する期間っていうのもコロナであろうとやっぱり決まっているものは決まっていることで、退院日っていうのが迫っています。その中でやっぱりいかに今教えてくれる人が近くにいるのにその時間を無駄にしないで、自分の体とどう向き合えるかっていうのはすごく大切な時間だと思いますので、きっと心の整理がついてない人もたくさんいる中で、ただ前に進まないとその後もすごく大変になりますよっていうことは伝えたいです。コロナのこの環境が落ち着いてくれることが本当は一番ではありますが、でも願うだけじゃなく、やっぱり自分が現実と向き合って、自分の力でどうにかしなきゃいけないことっていうのはたくさんあるので、今の時間を有効に使って自分のために何ができるのかっていうのを考えて、入院期間中大切にしてほしいですし、ちょっとこのコロナ期間の中で病院っていうのも転院しづらくなっているのかもしれませんが、できることならば今、まだ回復期のリハビリに行ってない方は、その地元だけじゃなくて専門的な脊髄損傷とか、その自分の障害に合った専門知識があったところの回復期のリハビリを選んで転院してほしいと思います。以前も動画で出したり、幾度となく言っていることかもしれませんが、地域格差がある分病院選びっていうのはとても重要になります。専門知識がない病院に行ったりすると、同じように話し合える仲間っていうのも出会いも少ないですし、やっぱり自分が習得できる体の動きっていうのもとても少ないですし、情報も少ないです。あなたの人生を決めるのってその6ヶ月間、私は6ヶ月間でしたけど、その6ヶ月間しかないので、自分のためになる病院かどうかをしっかり見極めてほしいなと思います。退院して2年が経った今でも、まだまだ自分の体に慣れてない、爆発することはでも少なくなってきました。やっぱりこれを食べたら爆発するなとか、体っていうのは本当に自分で成長していてとか、適応能力がすごくあるなって思います。だから今できなくても続けていけばできることもあるし、やっぱり今わからなくてもなんとなく、言葉ではちょっと伝えることができないんですけど、自分の中でなんとなくわかることも出てきます。でもそれがわかるのがいつになるかっていうのは正直わかりません。私も今2年経ってますけど、まだまだわからないこともたくさんあるし、ただ
1年前よりはもっと自分の体と仲良しになれてるんじゃないかなというふうに思います。私自身もまだまだ勉強することがたくさんあって、まだまだ未熟なところがたくさんありますが、必要としている方々に情報を届けれるようにいろいろ挑戦していきたいと思います。またこういった車椅子の世界とか障害の世界に目を向けたことがなかった方々に対しても、少しでも目を向けれる機会が増えるような活動をこれからもしていきたいと思います。また明日1月27日から退院して3年目の月日になりますが、これからもいろいろ挑戦を頑張っていきますし、皆さんにもたくさんご協力いただけたらなというふうに思います。という感じで、今日は終わりたいと思います。この動画がいいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。